はい、皆さんこんにちは、こむっちです。今日からですね、新しい企画を、やっていきます。何かと言いますと、コーチの術つなぎ、っていうのをですね、やっていきます。何かと言いますと、今日ですね、私このノア、インドアステージ、にも見えますよね。ここのですね、ちょっと尊敬するコーチ、私が尊敬するコーチを、今日は紹介します。そして、その私の紹介したコーチ、から次また違うコーチをですね、紹介してもらいますっていう形で術つなぎをどん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 していきます。はい。で、もう一つ、私のこのね、私から始まった LINE と、もう一つは、テニスプレーヤーのですね、福田勝史選手が、紹介するコーチ、ね、またその福田勝史選手から、紹介してもらう。で、またその、紹介してもらったコーチからまた紹介してもらうという形で、どん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 また術つなぎをしてもらいます。で、私から始まった術つなぎのラインと福田勝史選手から始まったラインがどこでぶつかるかっていう企画です。ね、第何回でね、つながるかっていうのは分かりませんけれどもね、ちょっとね、楽しみにしております。はい。今日はこのノアインドアステージ天ヶ茶屋校の、私が尊敬するコーチでございます。で、紹介してもらう、ところでルールがあるんですけども、まず関西のコーチ、ね、関西のコーチをちょっと紹介してもらいます。で、ノアインドアステージの、コーチなんですけども、次はそのノアインドアステージのコーチではなくて、違う会社、テニススクールのコーチを紹介してもらうと、ね、この2つのルールはですね、しっかりと守ってもらうっていう形で紹介してもらおうかなと。はい。なかなかね、他の会社の、ね、テニスコーチのことをですね、言うのはなかなか難しいんですけども、ここはですね、YouTube ですからね、ぜひですね、この人に、私教えてもらいたいとか、ね、この人紹介したいとか、一番気になっているとかっていう形で、その方をですね、紹介してもらおうかなっていうふうに思っております。ではまずですね、第一発目ですね、ノアインドアステージの、天ヶ茶屋校、私が尊敬するコーチにですね、今から会っていきたいと思います。では行ってきます。はい、今回ですね、坪口コーチ、を紹介ということで、今からですね、レッスン終わりの坪口コーチに、ちょっといろいろとお話をですね、聞きたいと思います。どうぞ坪口さん。はい、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、今日ですね、はい、いろいろと紹介する、ね、私の尊敬するコーチという形で、はい、紹介させていただきました。はい。でですね、改めてですけども、自己紹介の方、はい、いいですか。あ、はい、わかりました。そうですね、コムタさんですかね。コムチです。コムチさんですね。あ、そうだ、コムチさんの、まあ、学生時代の先輩にもなりますけども、今現在ノアインドアステージ株式会社、天ヶ茶屋校で支配人しております、坪口と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、硬くならず。あ、緊張する。あ、私の先輩になります。私の学生時代のですね、一つ上の、先輩になります。本当ね、当時はお世話になりました。いや、こちらこそ。はい、はい、ね、いろいろと私は尖っておりまして。そうですね、まあ、ノアインドアステージにですね、学生時代から卒業してそのまま就職されているという形で、で、今ですね、ずっともうノアインドアステージ一本ですよね。そうですね。はい。で、まあ、いろいろとね、今から聞いていきたいんですけれども、まずですね、コーチになったきっかけっていうのは何でしょうか。私自身が、まあ、ずっとテニススクールでジュニア時代からテニスをしてまして、まあ、そのテニスに出会ったことで、まあ、すごい自分自身自信を持てたりとか、うん、まあ、あとは家族全員テニスしてたんですけど、そのテニスですごい家族がつながっていたとか、うん、まあ、そういうところで自分の人生においてもすごく影響のあった、うん、スポーツっていうのがテニスで、まあ、それを、まあ、世の中にももっともっと広めていきたいなって、一人でもテニスに触れてなんか
楽しくなった、幸せになった、明るくなったっていう人を増やせたらいいなっていう思いでコーチになりました。喋るの慣れてるでしょ。いや そうですね、まあ、きっかけ、家族全員がテニスされてたんですね。そうなんです。あ、じゃあもう、ね、テニスはもう本当に身近なスポーツ。そうですね。素晴らしい。いいですね。まあ、コーチにですね、なるためというか、どういうふうにまあ、テニスをするね、テニスをしていくだけではテニスコーチになれないと思うんですけども、テニスコーチになるためにはどういったことをしたらいいでしょうか。なるほど。そうですね、とにかくテニスが好きであること。あ、テニスが好きであること。はい、うん、で、そうですね、コーチをやるためにはやはりその自分自身がいろいろなテニスの技術であったりとか経験っていうのをしていく必要があるかなというふうに思ってます。じゃあもうテニスが好きであることがまず一番で、で、その気持ちを持っていれば、やっぱテニスコーチっていうのはやっていく、まあ、一つ絶対大事なものですね。うん、そうですね。あとはやはり人と関わる仕事っていうのもあるので、まあ、人が好き、うん、コミュニケーションを取るのが好きっていうのも、もう大事かなというふうに思ってますね。ね、やっぱ人に好かれないとね、やっぱり、まあ、一つやっていけないものもあると思うんですけどね。坪口コーチの、まあ、テニスコーチとしてですね、モットーとしているものは何でしょうか。そうですね、まあ、レッスンのモットーでいくと、まあ、楽しく上達、はいはい、うん、楽しいだけでもいけないし、上達だけでもいけないかなと思ってまして、まあ、両方が兼ね備えられているレッスンというのを大事にしているということと、やはりお客様にとって週1回のレッスンというのがすごく楽しみで楽しみで仕方がない、うん、はいはい、もう早く明日来ないか、早くこの時間が来ないか、まあ、そう思っていただけるようなレッスンにしようというふうに心がけています。でもね、先ほど私が入らせていただいた本当レッスンっていうのはもうずっと笑顔が絶えない、ね、私初めてこのレッスンですね、行きましたけども、ずっと皆さん笑顔で、ね、本当に明るい素晴らしいレッスンで、ね、本当に、ね、教室だったなと思いますね。まあ、坪口、ね、コーチ、にとって素晴らしいコーチってどんなコーチでしょうか。そうですね、はい、まあ、本当にお客様一人一人のことを考えて、そのお客様一人一人が何を求めてるのか、そういうものを知った上で自分の持てる全てをそのお客様に尽くしていくと、はい、うん、まあ、それでお客様にテニスを好きになっていただける、まあ、そういったコーチが、うん、まあ、私の目指すところでもありますし、これからも追求していけたらいいなというふうに思ってます。好感度ぐんぐんじゃないですか。ありがとうございます。まあ、せっかくというか、まあ、このノアインドアステージさんに来させていただいたので、やっぱりこのノアインドアステージの魅力っていうのも聞きたいですし、であとはこのね、天ヶ茶屋校の魅力っていうのもちょっと聞きたいんですけど、はい、まずはもうノアインドアステージの魅力っていうことですね、教えていただけないでしょうか。はい、わかりました。そうですね、ノア天ヶ茶屋校の魅力としては、ま、コーチもおすすめできるコーチはたくさんいるんですけども、お客様自身がすごく明るくて元気なお客様が多くて、もうすごい他のノアに比べてもその楽しい雰囲気っていうのがあるのかなっていうのは、ノア天ヶ茶屋の、うん、魅力の一つかなというふうに思ってます。他の、ね、テニススクールも本当にノアインドアステージって明るいですよね、うん、基本的に。そうですね、はい、どのコーチも明るくて、はい、うん、まあ、もちろんインドアで冷暖房完備で駅からも近いっていうこのハード面も、ね、うん、いいところなんですよね。うん、はい、はい、ではですね、まあ、最後の質問で、まあ、多分テニスコーチをね、目指される方も結構見てると思いますし、まあ、マネテニス本当にブームなので、まあ、テニスコーチ の、 魅力について何かありましたら、はい、はい、そうですね、コーチの魅力としてはやっぱり自分たちが商品であるというところと、お客様とその商品とお客様がもう身近にいつも入れると、
ということで自分たちを高めてお客様にいいレッスンを提供すれば、それがダイレクトにお客様からまた、うん、ありがとうであったりとか頑張るとか、まあ、そういうことが返ってくるっていうのがやっぱり一番の魅力かなというふうに思います。うん、大変なことももちろんありますけども、それ以上のやりがいであったりとか達成感っていうのは常に味わいながら働けてるっていうのがやっぱりコーチとしての魅力かなというふうに思います。ありがとうございます。まあ、テニスコーチをね、やされる方はですね、そういうのが一つの魅力だぞということで、あとはまずね、やっぱ先ほど話がありましたけど、テニス、ね、テニス大好きっていうね、まあ、気持ちがあれば誰でもなれます。まずそこからですね。まあ、今日ね、まあ、本当にあの朝から本当にありがとうございました。本当山本さんありがとうございました。あのまたですね、まあ、先輩後輩ですし、はい、また何かありましたら、はい、私もあの新しいチャンネルもありますし、はいはい、また何かありましたらご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、こちらこそお願いします。お願いです、はい、今日ですね、あの呪術つなぎのまず私のね LINE の第一発目のノアインドアステージ天ヶ茶屋校のつば、間違えたここで噛む噛んで、はい、もう一回いきます。はい、ノアインドアステージ天ヶ茶屋校の坪口コーチでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。ノアインドアステージ天ヶ茶屋校の坪口コーチでした。今回ですね、私のですね、まあ、知っているそして尊敬するコーチということで紹介をさせていただきましたけども、まあ、学生時代、お世話になったコーチであり、そしてテニスコーチとしてですね、本当に大尊敬するテニスコーチです。テニスコーチとしての本当に持っている、もの、本当に全てをですね兼ね備えているコーチじゃないのかなって思います。まあ、一つ一つのね、教え方が丁寧ですし、そして笑顔がですねずっと絶え間ない、ね、そして人当たりのですね物腰のやらかさ、本当こういうのはですね本当天性なものなのかなっていうのを常々思っております。もう褒めすぎなくらいですけども、本当にそれぐらいですね坪口コーチっていうのは素晴らしいコーチだと思います。そんなですね坪口コーチの、紹介するコーチですけども、まあ、一体ですね誰なんでしょうか。楽しみにしておいてください、ね。またですねそのコーチのですね元に行ってまた映像を撮ってまた配信をしたいと思いますので、ぜひまた楽しみにしておいてください。もしかしたら私じゃないかもしれませんけどもね、これがですね呪術つなぎどんどんつながっていって最終的にどこにつながるのかね、それも楽しみです。はい、ではまたお会いしましょう。バイバイ。